買いたいと思います。ここの大家さんにはね、もう何してもいいと許可取りましたんで、あそこの、あ、ちょっと映ってないけど、あの奥になんかいるかな。もともとここに住んでたおじいさんがお米作ってたり、そのお米を貯蔵してたのかな、それとも牛を飼ってたから、その餌を貯蔵してたのかちょっとわからないんですけど、まああいう棚があるんで、あれをちょっと壊して、そうすると風通しがだいぶ良くなると思うんですけど、もう夏がね、ものすごい湿気るんでね、家屋のいたところですから、まあところどころちょっと補強しつつ、風通しを良くしてきまして、その広げてね、あったかくなってきたので、ここでハンモックしながらなんかゆっくりできるんですね。たまに来る友達とかはちょっと遊べます。まあ、今は寒い中なんですけど、暑くなってくるとね、結構この辺を自由に使ってバーベキューみたいなのが最高だなと思います。なので今からちょっとやろうと思います。Thank you.
またなんか時間できたら使い方考えてみたいと思います。今日こんな感じ、さよなら。